番犬が欲望を満たすとき門が開く。おー、番犬が欲望を満たすとき。赤い目をした石像に何か記されている。復讐の時。うん。復讐の叫び。赤い目、復讐の叫び。ちょっと書いていこう。ちょっとわからんからな。忘れるから。赤い目。犬。赤い目の犬が、復讐の叫びと。うん。の叫びで、で、青い目をした石像。青い目をした石像。あ、わかった!なんか。青い目は、青い目の石像。像は、破滅の断末魔と。破滅。なんとなくわかった。赤と青のやつあったから、それでやるんや。うん。理解した。ね。あともう何個かあるやろ。4つあったら見えてたよ、俺。違う、2つだけで、ちょっと待って。見えない。道しるべ。で、うん。で、北が破滅で、北破滅。で、破滅北やから、青いやつが北にして、で、復讐のやつは西やね。オッケー。わかった。そういうことね。うん。北で西ね。赤いやつは西。押しましょう。あ、違う。あ、合ってた。あ、サウス、ウエスト、イースト、違う。赤い目が西やんな。あれ、ウエストじゃね？うん。ウエスト。で、これね、青いやつが、これが、あ、北。北は、ノース、ウエスト、サウス、イース、ノースが、あれやな。ちょっと待って。ここ、おい。こういうこと。おそらくこうやろ。こうじゃないの？はい、そうでした。ありがとうございます。うん。あ、まだいた、一匹まだいた。オッケー。え、まだある？あ、まだいた。あ、もうちょっとこういうカラス、怖いからな。オッケー、ナイス。いった。で、ちょっと下先行くか。なんかある。なんだ？くぼみに何か書かれている。主に風が吹くとき、主に星が輝く。あれ、あ。あってなったな、ほんま。ムーンクレスト、あれ、これ以上待てません。あ、ミスった。見合わせ、無理か。ちょっと使うかな。ならちょっと使うか。それしかないでしょう。うん。組み合わせる。で、縦線2つ、十字型、横線3つ、なんか文字、なんとなく、これのことじゃん。違うか。さすがに違うか。やべ、やってしまった。ん？ここ、なんかあんの？わからん。うん。怖い、なんか音鳴ってる。セーブしに帰っていい？で、ちょっとね、めっちゃなんか引きずってる音聞こえんな。怖いから、とりあえずね、あそこの3つ取っときたいから、持ってきててよかったわ。え、どこや？あ、違う。で、これで、ちょっとね、セーブをね、しに変えるんで、まあ、カットしますね。うん、ああ。よし、これで、いけるようになってはいるから、取りに行こう。よし、あと1個。取っておこう。サンクレスト。ここアイテムねえの？あと。取ったから。あ、なんかまだあるっぽいな。もう何もない。くぼみに何か貼られている。うん。何か、文字か記号だろう。このままでは使えない。うん。あ！ボタンがある、押しますか？3つの突起がある。後ろにあるやん。あ、おそらくこれ、ちょっと待って。これもあるんじゃねえ？なんか。違う。あ、やっぱそうだ。スタークレストは、10時。スター10時。で、3が、ちょうど、漢字の3と似たような感じになってて。で、ムーンクレストは？上に2やな。うん。ローマ表示の2やな。3。だっけ、ムーン。なんだっけ。スター3、ムーンやな。ポケモンかって言いたくなる。で、これで、最初こいつ、勝ちと。で、10時は、スター。まあ別にね、適当に使ってる、やってればいけそうな気はするんだが、あそこやね。来ましたね。何が来る？お、なんだこれは？銃が収まっている。マグナムリボルバー。お？なんだこれは。調べよう。マグナム弾が装填されている。あ、マグナムか。あー、なるほどな。50とかな、俺全く知らんからさ。うん。興味なかったから。ちょっと興味湧いたけどね。うん。ディビジョン2で。いろんな銃あるねんなって。まさかさ、この先のやつで使うんじゃねっていう。ちょっと以外に今、ちょっと装備させとこう。ね。音が聞こえとったからね、この先ね。怖いんでね。で、なくなったら、とりあえずマグナムリボルバー。いや、さっきマグナムリボルバー使ってしまうから全部。怖い。なんかあるんじゃね？一人一つ大きな心臓がある。怖いわ、ちょっと怖いわ。ほんま怖いわ。え？なんもないの？なんもおらんの？逆に怖いんやけど、まあ、バイオやからな。しょうがないよ。怖くなるのは。ん？あ、ここ。丸の室行ってるが。あ、なんもおらんやん。あ、あ？あ？あれあれ？絶対ボス前やん、これ。わかるよ。俺でも。全然なんもおらんねんもん。でもってなんか新しい銃来たもん。絶対何かおるやん。あ。絶対そうやん。もう、やだもうこれ。やだや。やだわ、ほんまこれ。マグナムリボルバー。使っていくでしょ。ん？なんだここ。お、タイプライターこっちにあったんかい！あったんかい！あったんかい！ん？見えない。わからん。え？何？どこに何がある？ああ。ん？まだここ安全にね。ん？血の跡だろうか。あった！え？あれ？なんもなくね？タイプライターとアイテムボックスがあるって載ってるけど、アイテムボックスどこにある？ああ、あった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 。オッケー。ならここでもう、ね、キリいいんでね、本当に、インクリも、切り出して、セーブして、終わりましょうかね。まあ、セーブせんでもいい。セーブしてから終わってもいいよ。どこここほんまわからん。探索不足すぎてわからん。お、なんか、ある家庭のなんとかって載ってた。ちょっと待って。ある家庭の写真。誰かが書き残した式。19。お父さん2つくっつけた。お母さん2つくっつけた。中身はやっぱり赤く。ぬるぬる。白くてカタカタ。本当のお母さん見つからない。お父さんだよな。おそらくな。わからない。また、お母さん、今日見つけた。お母さんをくっつけたら、お母さん、動かなくなった。怖い怖い怖い。なんか怖い。え、何怖いって。怖いって。は？母さんは悲鳴を上げていた。なぜ私は一緒にいた方だけ。いや、怖っ。4、母さん、どこ会いたい。怖っ。怖っ、ほんま。くっつけたらあかん、くっつけたら。いや、怖っ。卑猥な表現にも受け取れるけど、それはあかん。うん。おそらく違う。その取り方はおかしいと思う。はぁ、怖っ。そろそろ終わらんとダメですね。俺の中で。なんかあるっぽいね。行くところ。ん？なんか今、影みたいな見えなかった。気のせいかな？気のせいかな？ん？あれ？気のせいかなやな。なっちゃうよな、そういう風に。あ、影か。あ、おそらく影やな。うん。あ、そうやな。鍵やな。うん。ん？あ、ここに、これがあって。あ、こっから、あ、なんかあった。中庭の地図がある。取りますか？取りましょう。中庭には、どんだけ広いところがあるんだ、と思って見たんだな。なんか、真ん中のところになんか、隠し通路的なものがあるね。違うんかなあれは。よくわからんが。なるほど。なら次回はね、この先やっていきましょうかね。もう今きりいいんで、ちょっともうちょっとこの中見るけどね。確かに。焚き木はまだ新しいようだ。怖い怖い、誰か住んどったって。うん、下行ったらダメで、出るだけで。うん、ですね。うん。これさ、なんか上に行けるんじゃねえの？なんか矢印あるやん。このタイプライターとか乗ってるところの三角マークあるやん。あれがな、あれなんなんかなって思ってしまっているんだ。ちょっと、うん。違うな。違うな。うん。ん包帯がいくつかしてるのに、茶色いシミは血の跡だろうか。うわーうわーやばいよー。やばいよ、やばいよ。古いタイプライターだ。そういうのね。うん。あ、なんかあった。クランク！ちょうどいいんでね。ほんとに今も。クランク取ったし、終わりにしましょうか。こん中全部探索したみたいだし。うん。探索中のマークね、なくなったんで。なので次回、さっき、探索中のマーク、また出てるところの、マークというか、色がね、出ているところ行って、で、あと、中庭のまだ行ってないところ、まだ見るところをね、探索していきたいと思います。そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。アデュースグッバイさらば。ご視聴。って思ったんですけどね、なんかね、入ってきた音が聞こえたんですよ。なんでそこだけやって行こう。うん。もし、なんか、誰だっけ？ビリーじゃねえ。ジルとビリーやろ？ビリーとか、あとなんか他の人が入ってきたんかなと思ったんで、ちょっとね、そこだけちょっと、見て終わりにします。うん。なに？NPC じゃなかった。なんか変なやつがいた。うん。うわあ、やっぱいた。やっぱいましたね。ちょっと、えいやっぱ生きてる。ちょっと待って。何こいつ？意味がわからん。うん。おそらく、あれはね、今はそれどころではない。言われてもね、あ、これ積んだ？もしかして積んだかな？いった。痛い。ここ出て行った方がいいの？うん。ちょっと出て行こうか。ね。それがいいように思えた。この中おったらあかんわ。マジでそれ感じた。で、ちょっと飲んどこう。終わろうと思ったのに、ちょっと終われなかったというね。うん。オチが待っていたな。ちょっとなんなんあいつ。怖い。まずはこれにまた変えていって。危なかったな、今な。ん？ここどこ？ああ、これか。あ、戻ってきてた、さっきか。なんか、これ聞こえないけど、なんだ？あ、こっち側か。どこだ？あ、こっちっぽい。ちょっと待って。見えない。おお！あ、これ復活するやつやな。やっても無駄やったな。おそらく。怖っ。なんだ？わけがわからず言っているが、ちょっと違うところのセーブポイントに戻ってね、終わりにしたいと思います、今回はね。しょうがないよね。だってあんなところで終わらすわけにはいかんやん。ってなったわ、ほんまに。あ、ただ、弾丸を無駄にしただけやったな。あの、雑魚。それどころではないって乗ってたもんな。うん。なので、ちょっと違うところのセーブポイントに行って、今回は、ね、終わりにさせていただきます。ちょっと焦るよな、やっぱな。マジ、今、ちょっと、終わらせてん。アデュースグッバイサラ。終わらせるところじゃなかったわ。すまん。ちょっとマジでびっくりしたもん。こっち、戻るとなんか、また、ゾンビとか、いたり、するかな？しなかったら嬉しい。まあ、これでね、ちょっとまあ、しょうがないけど。洋館の中にまた戻って、そのセーブポイントっていうね、今回は終わらせていただきます。危なかった、ほんと。怖かった。いや、ほんと危ないよね。あんなところで終わるべきじゃないわ。マジでそれ感じた。あっぶな、ほんま。二人は。ほんとにやばいわ、あそこは。うん。まあ、リボルバーね。マグナム、リボルバーと、まあ、今回で結構数高になったので、まあ、ちょうど良かったですね。うまくいけて。タイプライターあったよな。なら、もう、ここのセーブポイントで言えば。で、次回ね、中庭の、いろんな場所あったら、その先にね、行きたいと思います。よかったよかった。ちょっとでも早いとこね、終わることができて、今回は、よかったです。では、今回こそね、昇進党のアデュースグッバイサラ。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、Twitter のフォローお願いします。他にも、ゲームタイトル54縛り、Twitter の方では、様々なことを企画として立ち上げてやっておりますので、フォローお願いします。と概要欄のところに A から O までのパートへの動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル54縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。